大橋彩香と変態音響監督吉田の、もう私に何を言わせるの。あのさ、怒り方がさ、コメディーの怒り方だよね。コメディーの、そう、ガチ怒りじゃない、ガチ怒りじゃない、はい、うん、なんかね、もうそうですよ、今日ね、あの、はい、セリフを読んでもらうんですけど、はい、可愛いセリフから絶対に言わないであろう一言まで、はい、リスナーの皆さんが送ってくれたゲスト声優さんに言ってほしいセリフを、はい、私変態音響監督吉田が演出してお届けする夢のようなコーナーでございます。はい、はい、映像付きでやるのドキドキしますね。ね、その、ね、映像付きで、ね、今日はあの、こうとにかく明るい大橋さんにですね、はい、いろいろ演じていただくわけですけど、はい、どうしようかな。うぎゃー、難しくないところからまず行きましょうか。簡単なところから。簡単なところとか、すごくストレートなヒロインから。ストレートなヒロインから行ってみたいと思います。じゃあラジオネーム、ノエウさんからでいいですかね。この一番初めにこれもらってるこれなんですけど、はい、これをまあちょっとなんていうんでしょうね、ちょっと繊細さに欠けるタイプのヒロインだと思うんですよ。うん、はい、あの、雑にいろんなことを表現する、子だと思うんですけど、はい、ただあの、この自分の気持ちはこうだよっていうのを言いたい。はい、だからちょっと帰国子女じゃないですよね、お母さん。いや、もう生粋の関東の人です。関東の人、生粋の関東の人生粋の関東の人です。じゃあ生粋の関東の人、ここは帰国子女みたいな気持ちになっていただいて、帰国子女、そう、だから日本語あんま得意じゃないのかなっていう感じだと思うんですよ。じゃあ16歳ので、16歳だけどもう向こう帰りだからちょっと大人っぽい感じの、女の子は、先輩のことちょっと好きになりました。で、先輩相手なのにタメ口聞いちゃうわけですよ。そういうの不得意だから、はい、っていう感じで、でしかも他の人たちはそんなことで日本人はしないのにと、もうなんか体育の授業の真っ最中に、はい、グラウンドの真ん中でこんなこと言えてしまうみたいな感じになって、体育の授業中ですか。体育の授業中ですよ。ちょっと今俺声のボリューム合わせて大変なことになることに気がついて大胆、じゃあそれでは、そう、大胆な演技を、とにかく明るい、大橋さんにしていただきたいと思います。どうぞ。これあの、なんだろう、アメリカの最近の連ドラドロドロしてるの多いけど、はい、一昔前のアメリカの連ドラの感じがする。すごい大丈夫な時代の感じの、はい、ありがとうございます。この明るさですよね、このことですよね。それは分かるんだよね。もう一個ぐらい行ってみようかな。じゃあこれ、ですね、あの、すごいこれ大橋さんっぽいなと思ったんですよね。路地裏の野良妖怪さんからいただいたんですけど、はい、これあの、自分でそう思いますか。これ、あ、これ私ですね。私ですか。私ですね。そういうことよく言う。あ、はい、言います。よく言いますか。じゃあ分かりました。はい、大橋さんの、日常だと思って、はい、ご家族で、こうなんすかね、朝ごはんとか食べてると思いますよ、はい、朝ごはんとか食べてる時に、はい、ちょっと横向いて話で面白がっていました。はい、わーいっていう風にわーいってわーいって言って、ふっと前向いたらないわけですよ。その時にあの、全力で家族に言う、でも全くよそ行きとか必要なく、あ、素で、そう、素で、はい、家の中の素の娘大橋彩香として、わかりました、文句言っていただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあそれでは大橋彩香さん、朝ごはんの食卓で文句言ってください。どうぞ。はい、食べてる、はい、ちょっと待って、大橋さん家の食卓って、広さ40メートルぐらいある感じだよ。ナイスナイス。近すぎ、これ2メートル隣の人にその声出したらあーってなっちゃうでしょ。ほんとそんなの、いつも。あ、でも家だと、うん、あの、本当にうるさい時はうるさいです。うるさい時うるさい。そう、もう子供の頃からずっとそんな、ずっとうるさい。一回、うん、あの、大声コンテストっていうのに出て、うん、なんかデシベル測ってもらったことあります。あんま覚えてないですよ。結果どうだったか覚えてないけど、覚えてないけど、なんかこう、うん、なんとかーってめっちゃ叫んで、その遠くに人がなんか、うん、なんとかデシベルですねみたいなっていうのは言われた時に結構な記録を残していた可能性が。あー、どうだったんだろう。でもなかなか良かったんじゃないですか。今度やってみようか。あ、やりたいやりたい。あとで下でデシベル測れる機会も多分あるよ、技術部行くとね。やった、工事現場とか測ってますもんね、デシベル。そう、多分ね、工事現場に負けないぐらいの音量が出てる気がすごいするんですけど。やったー。じゃあこういうのね、すごいすごい、もうなんかいろいろと声でけえ、やっぱり箸声量すごいよねっていっぱい言われてますが、やったぜ。いや、このコーナー声量は別にね、あ、関係ない、どっちでもいいのよ。関係ないですもんね。あ、でも声量方向はちょっともう一個言ってみようか。ラジオネームそら豆さんから、大橋さんがもしあの、何かアルバイトとかしてたとしたら、俺ね、絶対居酒屋とかやってほしいわけですよ。あ、出世。そ違うか違うか
の想像の倍ぐらいチャラかった今。あ、チャラかった。チャラくあってほしいっていうんじゃなくて、チャキチャキにオーダーを取っていただきたいんですよ。あ、チャキチャキ、はい、ものすごい。だってざわざわしてるじゃない、このラジオネーム、そら豆さんからいただいたこちらを、よろしいでしょうか。これ2ですか。あの、他の何があり得るんですか。2とか。あ、どっちでもいいですよ。あ、どっちでもいいです。それはあれだと思うんですけど、ものすごい忙しいところでこう片手でこう持って、はい、エプロンのでこう働いてるから、今両側にね、あの髪落としてますけど、多分まとめたりとかする、うん、あ、もうね、タイプのこういう髪が入っちゃうから、そうそうそう、こういうあのアルバイト中のこの高さで今ね、あのお盆持つ仕草をしていただいたんですけど、頭の上までここここ、ここでジョッキ持ってくるの。ここちょっとここで、でも他のとこでもね、ジョッキは、あ、ジョッキは手、こうだね、そうだね、あ、こんな感じが、そう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 、あとで俺が防具に使うやつ持ってた。でそれを持ってもらって、それをあのもう頼まれちゃったから、はい、もう面倒くさいんだけど、でも元気にやんなきゃと思って、はい、あの厨房の近くまで行って、でっかい声でオーダー通していただいても、わかりました、全力でオーダー通していただいてもよろしいですか、はい、で厨房の奥まで、届くような、はい、オーダーを大橋さんに通していただきましょう。どうぞ。すげえでけえ、すげえでけえ。やっぱほんとすごいね。あ、本当ですか。もう街中で普通に暮らしてても周りの人に、あ、この人っていう風に目立ってたりする時あるでしょ、この声だと。思う、そうですね、なんか電車の中で友達と話してて、一回親と同じ車両に偶然乗っちゃったことがあったんですけど、あんたの声しか聞こえなかったって言われる。電車で、そう、電車の騒音に勝ってたの。そう、友達の声が聞こえなかったって。すごいな、はい、さすが。じゃあそれではですね、はい、今のところただあのなんですかね、このコーナーの本質的なところが出てきません。ただの大橋、ただの大橋。申し訳ないですけど、便所のところ、ただの大橋さんなので、はい、これいこう。ラジオネームジオニさんからいただいたこちらを、なんじゃこりゃー。おいおいおい、ちょっと待ってください、はい、一回でっかい声で太陽のパワーを今この真夜中に今ちょっとね、あの授からないとちょっとできない、できない、はい、ね、でじゃあこれをまずは、昨日までは、まあ、特に何もなかった人なんですけど、昨日向こうからお互い結構好きだったわけですよ。ほう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 、好きだって分かって、そしたら昨日とうとうキャ言ってくれた、キャッみたいな状態なわけですよ、うん、そこでよとかいいから、そこでよっよっ、はい、よになってますけど、はい、そこでその人が、昨日の放課後それを言われて、はい、で今日昼休み、はい、今までは別々にこう友達と食べてた、男同士女同士で食べたんだけど、二人で屋上でご飯を食べに行った、はい、で屋上ご飯食べに行って、これを言っていただいても、はい、よろしいでしょうか。もぐもぐ、そうそう、もぐもぐなんだけど、さっきから食べるときさ、あの全部すげえ勢いで食べてるよね。あの食べるの超早いんです。全部飲んじゃうから噛まないんです。噛みましょう、噛みましょう、はい、これイメージはこの子はだから、そう、ここはちょっと違いますからね、声優さんですよね。声優です、声優さんですよね。で演じてもらいますからね、はい、演じてもらいますからね。ここはあのこうサンドイッチ三角のやつを両手で持って、もちょ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 って食べるタイプ、もちょもちょもちょ、女の子になっていただいてもよろしいですか。でそのタイプの子として、もうふわふわですか、図書委員とかですよ。そういうタイプの、真面目、ね、図書室とか行くタイプでしたか。行きました、行きましたか。いつも漫画読んでました。あ、そういうことか。、まあ、そういう人行けなかない、行けなかないけど、はい、それじゃあなるべく小さな感じの、って喋るような感じの女の子として、昨日うまくいって向こうから自分から告白なんか絶対できないですからね、はい、タイプの子として言われました。じゃあそれでは大橋さんどうぞ。はい、昨日までは友達同士だったのに、もう友達じゃないんだね。できるか、できるできるできる、できるできるできる、できる、なんで、ちょっと待ってちょっと待って、なんでそれができるのにさっきから大丈夫歌いまーすになっちゃうの。それはほらディレクションされましたから、そういうやつだから、そういうやつだから。あ、ディレクションするとできるんだ、ディレクションするとできる、ディレクションするとできる。じゃあもっとちょっと、あと2つ、2つか。じゃあ、これいきましょう。ラジオネーム RY=RX さん、この方のこれなんですけど、これを大橋さんはもうちょっと落ち着いた大人の女性をやってみよう。はい、今日は28歳ぐらいの、28歳、28歳ってなんでちょっと力士が入っちゃうんですか。力士いや大人だなって思って、大人大人、ね、で大人の女の人がそうですね、ちょっと年下の男性と付き合ってるわけですよ。で向こうの、あ、自分の一人暮らしの部屋に年下の彼氏が遊びに来てる土曜日の夜10時ぐらいですよ。で外から帰ってきました。向こうが先にいた。でいろいろとお友達を付き合いして帰ってきました、お姉さんが。で帰ってきて、でも会議は向こうは持ってるから上がり込んでます。上がり込んでて、その時に向こうを向いている彼氏に後ろから忍び寄って、こうやってそっと目を隠したいんです。でこれから1分、
つまりかなりこう余裕を持った大人の女性として相手に接してるわけですよ。でちょっとからかい気味でちょっとほろ酔いですね、きっとね。お付き合いで飲んできて、グビグビ、いやいや、グビグビじゃなくて今、グビグビも飲んじゃダメ、ほろ酔いじゃないですよ、泥酔だから、泥酔か、泥酔が、泥酔得意そうだけど、ね、それではよろしいでしょうか、大橋さん、西尾さん本当にね、もう時間いっぱい取り組みですよ、これからも。それでは大橋彩香さんに取り組み見せていただきましょう。28歳の大人の女性が同棲中の彼氏にちょっとしたいたずらを、どうぞ。はーい、1分おしまい。残念でした。最後にあの終わった後に手でビシャーって思いっきりつけを叩く音が今腕が落ちた、腕が落ちたら意味がかなり違ってる今どちらかというと、あと今あのかなりね、やっぱりね、大人の女性のそのところにはまだウィークポイントがありますね。ウィークポイントありますね。まだ子供、まだ子供では、ちょっと待ってください、はい、なぜ来日したんですか今さっき帰国子女やっちゃったから。そうね、帰国子女やっちゃったら残ってるから、はい。じゃあどうしようかな、ほんと。じゃあ最後、はい、じゃあこれはもう一回、もう一回大人の女性にチャレンジ、またアダルツ、アダルツ、はい、ラジオネームシマフクロウさんからいただきました、はい、あんまり作りすぎなくて大丈夫です。28歳とかで作っちゃうけど、今じゃあ自分が21歳でも大人っぽいなみたいな女子いるじゃないですか一緒にいて本当に同い年なの、うん、そうね、その時にね、あの大橋さんそこでうなりの同い年なのっていうのはこんなに同い年なの？あ、そう、こんなに同い年なの？日本語は今度不自由だ。あの、分かる。ちなみに大橋さんは日本中で今一番最もモノマネを、モノマネをされる声優さんの人です。若本紀夫か大橋彩香かですからね。声優さん同士の中でモノマネされる。なになになってみんな、ふわふわふわってみんながモノマネしてますが、ふがふが要素はとりあえず置いといて、はい、あの、すごい色っぽいと思う人になりましょう。年齢としては全然 OK です、はい。で、その人になって、こちらね。まあ、後ろから今度も後ろから近寄ってくるんですけど、まだ付き合ってないわけですよ。付き合ってない男性だけど、あ、この人のこといいなと思ってる人に、その人がですね、なんでかちゃんとした人だから、あのみんな のあの何、残したこう洗い物とか茶碗とか洗ってくれたんですよ、給湯室で。優しい優しいでしょ、はい、優しいことして、でも周りが見えてないなと思って、あ、でもそれ私がやることだからと思って、その人を後ろからもうピタッとくっついちゃってもよろしいですか。でそれで耳元でこれを耳元で言っていただきたいと思いますではさあできるかな、できるのかな、もう体中の全体から色っぽさをかき集めて、やっていただきたいと思います。じゃあそれでは大橋さん、後ろからと他の人に気がつかれないようにその人との関係を縮めたい大人っぽい動きのできる女性として、どうぞ。どうですか、これで少しは意識してもらえます？だからダメだって、笑っちゃう。なぜ笑った、なぜ笑ったんですか、大橋さん、大橋さん、あかんあかんの、あかんのね。